2023年4月27日の鉄道チャンネルサイトニュース651系と185系新旧の特急草津が並ぶ撮影会を5月開催 JR 東日本大宮支社は特急草津の新旧車両651系185系を並べる撮影会を5月に開催します特急草津は E257 系車両で運行する特急草津・島の前身直近の2023年3月ダイヤ改正で名前が変わったばかりですかつては185系が使用されていましたが2014年のダイヤ改正で定期列車は651系にバトンタッチしています大宮支社によればこの新旧車両が並ぶ姿を撮影できるのは大変貴重ということで 過去の思い出に浸りながらシャッターを切ってくださいとしています。開催日時は2023年5月27日、28日です。会場は JR 東日本東大宮奏者場駅構内です。販売価格は1人2万5000円で対象年齢は18歳以上になります。発売箇所販売開始日時は JRE モール大宮支社ショップにて2023年5月12日10時からの販売になります。なお撮影会では三脚の持ち込みは可能ですが脚立等の持ち込みはできません。651系は常磐線特急系統の表示及び全面表示器にみなみ号の表示はございません。185系はシールタイプのヘッドマークを使用します。